アウデスカンスの教会コンチタンティン・ランストでヨングにあったが1585年以降はミデルブルフとアムステルダムへと移っている。一家は港近くのアウデスカンス74、76番地に今日構え、その屋敷は二頭の虎と呼ばれていた。コンスタンティンの父で捕鯨業者であったヒエロニムス・ランストは1633年にスミルで近くで データンクス作に投資した。1635年にはスヘルメルの干拓地を購入している。1644年にはプルメルに邸宅を所有している。1650年には義理の兄弟であるウィレム・ボレルが中ベニス大使となっている。ランスト家はオランダ黄金時代の最も裕福な250家族の一つであった。 ヘイレンウンが527番地と529番地の邸宅コンスタンティンはヒエロニムスとバルバラカレルの間に1635年に生まれた。ヒエロニムスには何人かの子供がいた。1656年にコンスタンティンはヘスター・ハート・シンクとバタビアで結婚した。1659年3月にケープ植民地に到着しヤンハン・ギーベックとヨハン・バックスに会っている。 その後1665年から1667年まで、トンキン召官長。1665年から1667年まで、デジマオランダ召官長。1668年には、バタビアの臨時議員。1669年から1673年までは、ベンガル植民地長官。1683年から1684年までは、バタビアの議員を歴任し、 1683年から1684年、さらに1686年から1687年まで、再び、デジマ官庁長を務めた。1688年に、コンスタンティンの娘のヘスターが、ヤコブ・ヒンローペンと、アウダー・ケルク・アーン・デ・アムステルで結婚した。コンスタンティンは、アムステルダム運河のヘイレン運河527番地に、住み、 屋敷は孫であるヤコブ・ヒンロー・ペンが継承した。兄弟のレオナルドは市議会議員であった。コンスタンティンは1714年にアムステルダムで死去した。1717 17年、ヘーレン・ウンガの邸宅は、ピョートル大帝の二度目のオランダ訪問の際の住居として使われた。ありがとうございます。